かりロックかけといてもらっていい？もう届かんね。ちょっと緩めてもらって。なんで？飛んできたら俺みたいになったら嫌だから。これ飛ばない絶対。はい。SS さんをちょっと解説してってみます。まあ、前線下りですね。2速に曲がっててまだタイヤがちょっと温まってないかな。ちょっと上げたいですね。ここに3速に2でレブ付近使ってるから多分遅いと思います。早めに3入れた方が早いんじゃないかなっていう気もしますね。ようやく3入れて落としでタイヤがまあちょっと温まってきたかな。うん、温まった感じしますね。で3に入れて下ってってガードレールがないから外側にすっぽ抜けた時に落ちてくんで怖いっていうところもあるんですけどね。うん、もう完全に温まったような気がしますね。タイヤは今のところは少し逆バンクだったんでちょっと怖いですね。ここも逆バンクですね。突っ込みすぎると多分外側に転げ落ちるやつですが、ここも逆バンクかな。なんでブレーキをちょっと強めというか残し気味で入れてますね。外に転がってはないように。この辺もずっと逆バンクなんじゃないかな、映像から見ると。ここも軽い逆バンクで、この段差が嫌なんですよね。段差で跳ねないでそのまま行きたいんですけど、ショックの性能的にちょっと無理そうですね。タイヤの空気落としたらいい感じになった、うん、あと星もちゃんと読めた。コンマ8秒あだけどちょっと上がったんだやっぱり、うん、下りすぎててもうブレーキがなくなりそう。怖い怖いめっちゃ怖い、うん、止まんないから最後の方アクセル抜いたもん少し群馬って感じだよね。そう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 。あれ32秒だよね。32分。あ、違う32分だよねスタート。今15秒前って出されたから緩いばっかり。そうね、怖いんだよ。あ、おいしい。なんだって赤押して赤、赤戻せる？戻せる、大丈夫。ゴールしたら赤押せば。ああ。ボタンに集中してスタートが1秒ぐらいちょっと出遅れちゃいましたね。で、さっきの SS さんのゴールからスタートまでが多分5分か8分ぐらいしかなかったんで、ブレーキもタイヤも熱々です。なんで後半ブレーキがもうフェードしちゃって止まんなくなりましたね。ここもずっと下りです。で、さっきのところより速度出ます。あと段差が多いですね、こんな感じで。おお、さっきよりいいね、タイヤの感じが、うん、タイヤは全然問題ないですね、温まってますね。こういうところはね、少し怖いんですよね。映像で見ると分かんないと思うんですけど、いけそうでいけないんですよね。この段差がコーナーの手前側にあるとか怖いんですよね。どうしてもあそこで跳ねちゃうんで、跳ねた後にブレーキするとそこでブレーキロックしてコーナーの外に飛び出て崖から落ちたりしちゃうんで、どうしてもブレーキを詰めらんないで安牌で手前でブレーキ踏むようにして、あ、ここは多分ここを攻めすぎてここでアンダー出して速攻に落ちちゃったんでしょうね。私は手前で軽くブレーキ踏みながら入ってったんですけど、8かな、 RX8 の人は多分そこをそのまま侵入してったんでしょうね。果敢に攻めたのかな、想像ですけど。
まあ、ここは最高速のスピードガン使ってるとこですね。一生懸命鳴らしてますね、ホーンを。ただそっちに集中しすぎちゃってシフトをミスってレブっちゃいましたね。気合入れすぎてレブっちゃった。でこの先にここも怖いですね。タイヤロックした後ありましたよね。あギャップ下りでギャップでギャップのすぐ先にコーナーがあるとか、ほんとブレーキロックしやすくて怖いんですよね。さっきも一瞬ロックしたけど、あの時もマジ怖いな。そこら辺の走破性を良くするセッティングを見つけたいですね。今年はスプリング、ヘルパースプリングをちょっとテンダースプリングに変えようかなと思ってるんですけど、それだけでうまくいくかどうかは分かんないですけどね。最悪ショックを、今前兆式を使ってるんですけれども、シーリング式っていうかネジ式に変えて、伸びも縮みが両方ストロークアップして対応できるかななんても考えてますね。今もブレーキロックの跡がありましたね。これね、くねくねしてるところは四駆の人が結構ブレーキロックしたりするんですよね。ここも怖いんだよね。インガー行きたいけど、行くとこの看板とあと速攻がないからインガーに落ちそうで攻めらんないんですよね。いい感じで今のは走れたと思う。ここから速度が乗る区間ですね。確かモソが少し読み遅れたような気がする。ここが本当は5速入って一番車速が乗るところなんですけどね、ちょっともったいないよね。あんまり思い切りいけないっすね。良くないですね。えいやーって感じでステーリングを切ってたりするから。今もブレーキロックの跡ありましたね。下ってる。4速クレスト全開でここ行けそうなんだけど行けないから3速が落としちゃったんですよね。怖いんだよな、こういうとこな。しかも逆バンクだしな、微妙に。でまたブレーキロックで、ここからちょっと下りの勾配が強くなってって、1回目走った時に、あブレーキ止まんねやべえ、外に落ちるかもって一瞬思ったんですよ。ほら奥がすごいじゃないですか。ここで一瞬外側に、ここバンクはついてるんですけど、外側に転げ落ちるかなって一瞬思っちゃいましたもんね。止まれなくて、でくねくねで速度が乗るくねくねですね。ここはあハイテンションな人たちがいますね。ハイテンションな人たちにはホーンでアピールですね。もう少しでゴールかな。だーって下ってって、そろそろもうブレーキがもう怪しいですね。ただ1回経験してるんで、さっきよりはペース配分考えてブレーキをそんなに使わないようにして2本目は走ってます。5に入れたけどあんま加速しなかったんで4にまた落としましたね。3落として、なるべくシフトダウンでエンブレを活用して走りました。でここ止まんねーとかって思いながらゴールしました。遅いけど、それより早いはず。ブブー、これどうやって戻すん？何回か押せば戻る。はい。あ、戻らない、戻らない、アウトった。ありがとうございます。何秒？4分6秒9。さっきと変わってない？9秒？分6、3秒上がったよ。はい、お疲れ様です。お家に帰る。 3秒だけか。ストレートのとこミスったからな、変な風にレブっちゃった。気合い入れようとして、そうやっぱね、ホーンとこっち両方やろうとすると、うん、ダメだね。じゃあまたお家へ帰るんだよね、これね。お家へ帰るです。はい。